はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、レベル98、そろそろ99になりますね。97の解放クエスト、クリアできました。昨日の夜にクリアしましたね。どうやってクリアしたかっていうと、フレンドに助けてもらいました。やっぱりね、あれはね、助けてもらわないと、ちょっと無理でしたね。で、次が、このね、99から100になるクエストなんだけども、これもね、なかなか難しくって、一回やられたんですよね。なんで、ちょっとパーティーを、組み替えて、再挑戦ですね。行きましょう。今回のパーティーですけども、こんな感じにしてみました。俺がバトルマスターだね。と、天地雷鳴士のスティック。そして、賢者と、デスマスターにしてます。どうでしょうかね。もうちょっと回復をしっかりできるように、何か入れた方がいいのでしょうか。まあ、昨日のパーティーやった感じで、デスマスターすっごい強いなと思って、入れてます。とりあえず、戦ってみますね。強いんだこいつも。いきますね。見た目はね、そんなに強そうじゃないんだけども、すっごい強いんですよね。ロスは立っていいんですよね。ここは効かなかったか。あ、一応効くには効くのか。で、なんか二刀流でいくといいみたいに書いてあったんだけども、おい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 、4回攻撃するといいんだよね。あ、来た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 。こけた時に一気に攻撃を入れていく感じですよね。ああ、ちょっと待って。この時に攻撃いっぱい入れたいんだけども、強化するの忘れてた。やばいやばいやばい。とにかくスーパーハイテンションにしちゃダメなんですよね。ちょっとでも下げとかないと、どうしようもなくなる。オッケー。待て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 。よし、オッケー。いった。ナイス。まあ、とにかく、どんどん助けてもらいながら、やる感じで。あ、来た来た来た。いいんだよね。こけた時がダメージがすごい入るようになるんで、この時に一気に畳み込む感じですよね。でもなかなか強い。 HP がものすごい高いもんね。よし、ロスアタ OK。 とにかくスーパーハイテンションはさせない。よし、もう一発もう一発。あー、ギリギリ、あぶね。これ以上下がらんか。やばいやばいやばい。俺の方来た、俺の方来た、来た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 。よし、大丈夫大丈夫。よし、オッケー。ちょっと待て、これで完全に下げる。オッケー。で、多分そろそろこけるっしょ。よし、あー遅いか、遅いな。で、必殺技を入れていく。おっせーな。あ、でもオッケー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 。いや遅い、俺の動きが遅すぎる。よし、オッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、よし、また。よし、オッケー。もうちょっともうちょっともうちょっと、いけるよ。この感じでいこう。ロスアタをしっかり入れていきましょう。うわー、ワンパンで死ぬのはちょっと勘弁して。大丈夫、いけそうな気がする今回。いや、きつい。なんとかね、みんなが生き返らせてくれるのを待って、でそれでなんとかやっていこう。俺はロスアタをとにかく入れていく。これでだいぶね、生存率は上がるんだよね。よし、元に戻った。で、攻撃できるようにクイックも入れておきましょう。やばいやばい、テンション下げないと。オッケー、いける、早く早く。
あ、全身全霊よりも天下無双の方がいいか。あ、天下無双が断然いいわ。あー元に戻っちゃった。やべ、ロサだロサだ。よし、オッケー、いいね。うん、大丈夫。あ、俺の方来た。うっそ、ちょっと待って、一気にやられた。とにかく生き返らせて。復活、あ、OK、復活した。とりあえず復活すればなんとかなる。やばい、スーパーハイテンション。OK、 一段階とりあえず下げよう。 OK、 お、いけた。最後の最後のあがきがものすごく強かったね。あぶね。でも一人で行けました。一人で勝てた。しかもレベル99にここで上がりましたね。経験値が無駄にならなかったか。あ、いや、若干無駄になったか。よし、これでいいですね。創生の果実を手に入れました。で、ようやく、あ、食べろってこと？はい。レベル103桁が、ここからスタートするっていうことですか。で、これでようやくね、帽子を、普通の強い装備に変えれるようになったんだよね。うん。防御力も上がって、ちょっといい感じになりそうです。来た。レベル100まで。でも、またすぐさ、上げないといけないよね。100でしょ。で、今の最大って126かなんかでしょ。ならば、今からまた新しいクエストをしなきゃいけないんじゃないですか。これ本当にね、ちょっとずつ刻むよね。レベル3だったりとか、2だったりとか、刻むね。一気にね、10ぐらい解放してくれればいいんだけどね。なかなか刻んできます。あ、OK。100に達したら次、試練に行きなさいってことね。いや、本当に忙しい。はい、ということで今日はレベル100解放しました。ようやく3桁になりましたね。で、やっぱりね、パーティーね、デスマスターと天地雷鳴士入れるとかなり安定するような気がするんですよね。確かに火力はね、魔剣士とかそこら辺には負けるかもしれないんですけども、安定感がすごくあって、うん、なんかこのパーティー結構好きです。はい。まあ、とりあえず次はね、100にして解放などやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。